はい、楽天対ソフト、えー、セーブですね。隅、えー、田投手が8回途中4失点でした。まあ、これはちょっと投げすぎですね、えー。藤井守投手は6回途中2失点ということで、まあ、これはちょ,っと、えー、ちょっと投手交代のタイミングが見余ってしまったセーブに、えー、問題ありかなといったところですね。えー、ロッテ対オリックス、斎、えーえー、藤京介投手と田中春也投手ということで、 えー、斉藤京介投手は、えー、5回失点の素晴らしいピッチングでしたね。えー、田中投手は少し誤算気味でしたかね。えー、ということで、ちょっと遡りながらまた見ていきますけども、伊藤,、えー、伊藤博美投手と森出の投手、えー、伊藤博美投手が危なげないピッチングで7勝目ということですね。えー、菅野投手、ちょっと誤算でした。えー、ケイジ投手と菅野投手ということでね、えー、菅野投手が5回4失点ということになっておりますね。 えー松橋島えー、中止、えー、中日戦、阪神延長戦にもつれ込みましたが、えー、中日の中関陣が、えーまあ、大破産ということでした。まあ、中日は打,、えー、打てるところでチャンスで打てなかったとっいうところもありますね。 はい、といととうことでロッテ対オリックスの方では、えー、カスティオ投手と種市投手、種市投手が危なげないピッチングでしたね。えー、楽天対西武、えー、の方は、えー、こちら、えーまあ、岸投手の完封勝利がありまして、えー、日本ハム対ソフトバンクの方では、大、え、津、ー、投手とバーヘーゲン投手ということで、大、ま、津、あ、投手は、えー、危なげないピッチングで6ス。えー 6回を1失点に抑えるというピッチングでしたけども、えー、勝ち投手もあつかずということでしたね。えー、広島対ヤクルト、えー、劇的サヨナラ勝ちは広島ということで、まあ、3安打では、ね、ちょっと勝てませんよということでした。えー、両先発とも素晴らしいピッチングでしたけどね。えー、中日で阪神はう、えー、壮絶な打ち合いということでした。えー、伊藤投手は3回を無視 5失点ととというこここででちょっはした中日はちょっと枠、えーえー、井投手が心配ではございますけども、東昇投手、斉藤、えー、後期投手があちょっと打たれてしまっているというところで、まあ、ここはちょっとあれかなとは思いますけども、まあ、藤島投手、えー、そこから、ねえー、なんとかこう勝ちにつなげていった投球というのは素晴らしかったですね。えー、グリフィン投手がな素晴らしいピッチングでしたね、これで4勝目ということで、えー、7回1点に抑えるという危なげないピッチングでした。 小、えー、島投手と外に投手ということで、小島投手が、えー、7勝目ということで、えー、7, が7回を投げての無失点、外に投手は7回投手1失点,1失点ということでしたけども、あこれはさすがにちょっと今もなさすぎますね。えー、楽天対西武、えー、竹内投手、7回三失点と、コート見せるも早川投手の前に、えー、西武打線は7回に失点と、あと1本のチャンスを作ることはできませんでした。 えー、日本ハム対ソフトバンク、空中戦を制したのはソフトバンクということになっております。えー、ということで、日本ハムあ。ここで言うのであれば、まあ、上原投手というところもありますけども、まあ、ここはなんとかね、えー、リードを保っておきたかったところでは、えー、ございますね、えー。広島対ヤクルト。 5回投げての4失点の石川投手と徳田投手は6回3失点ということでした。徳田投手がこれが今シーズン8勝目ということで,ですね。中日対高橋宏斗投手は高橋宏斗投手の好投がありました。8回無失点ということでしたね。巨人対 DNA、劇的チャンネル勝ちは巨人ということで。